日本神奈川県川崎市、麻生区、早野麻生川の桜並木早野は、神奈川県川崎市麻生区の大技。2011年11月21日現在、住居表示は施行されていない。郵便番号は215-0016。面積は92.5ヘクタール。麻生区の南東端に位置し、鶴見川と支流の早野川が流れる南側は、低地となっており、 北や東は、丘陵地帯となっている。一帯は、大半が市街化調整区域や農業振興地域に指定されていることもあり、南方の平地は、水田として使われ、また、丘陵地は畑や雑木林となっているほか、中央から北部にかけて、霊園、公園である、早野聖地公園が所在している。また、神奈川県道12号横浜上浅生線の沿線には、 住宅や商店、また、早野聖地公園があることにより、石材店なども見られる。早野は北端で、大禅寺、虹が丘と、東端から南端にかけて、横浜市青葉区のもみの木内、黒金町、寺家町と、西端では、下朝を大禅寺東と接している。早野は周囲を鶴見川や早野川が流れているが、水田より低く、 農業用水として活用することはできなかった。そのこともあり、時期は不明であるが、新編武蔵風土機構にも7つのため池が作られていたことが残っている。池の水は厳密に管理されていたが、土地改良前には、田から田へと水を流さざるを得ず、水を無駄にしないよう最新の注意を払うこととなった。池の維持管理は住民の手で行われてきたが、 1991年には災害対策事業として、ため池の改修工事の申請が行われ、国費が1、2、県費が1、4、地元負担が1、4で事業が進み、3年後に完工した。もともとため池の地権者が川崎市であったこともあり、維持管理費は川崎市から委託するという形で推理組合へ支出されるようになった。 用水に悩むのは早野ばかりでなく、隣接する鉄村では、鶴見川から水を引いていたが、この用水路が早野を通過しており、早野が堀式敷量を受け取っていた。不作の年は堀式敷量をめぐって争いも起こったが、この関係は戦後に早野を通過せず鶴見川から水を汲み上げるポンプ場を設置するまで続いた。当地では八世紀頃に築造されたと推定され、 神馬の戦国画が描かれた、早野横穴墳墓が発見されており、直視木である石川牧との関連も指摘されている。一方、早野の文献への書室は時代を下って1559年の小田原州書領役長で、小机早野号として残る。江戸時代の当地は、旗本の富永資料であった。村高は、昭法年間の 武蔵伝園墓で220国ごと余り、玄禄号町や天保号町では225国ごと余り、幕末の急行給料取調べ庁では250国というように推移していた。新編武蔵風土機構によれば、家は25件で、推理のためにため池が設けられていた。林村の鉄村との間では、教会争いも行われ、争いにまつわる言い伝えが残る。 鉄火の松や境界線に築かれた井塚などの名が現代にもその名残を伝えている。明治以降、当地は鈴木郡、早野村から柿尾村を経て川崎市に編入された。農業として明治からの稲作以外に昭和からは野菜作り、戦後には庭木や椎茸栽培も行われ、第二次大戦までは養蚕も盛んであった。 早野の農地を大きく分けると、高知中、宿田、山田に分かれるが、高知中は21世紀でも農業が続いている。一方、ほとんどの宿田は埋められ、早野聖地公園となり、そして、山田は大規模開発で、虹が丘へと変貌し、農地は見る影もない。由来は、はっきりしないが、いくつかの説が唱えられている。早野には、富士山家、高知、矢崎前、 上野原、長沢殿、井塚、中野谷、梅型に、山田という小技が存在する。なお、井塚と山田の各一部は虹ヶ丘となっている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東急バスと小田急バスによって、 当地と柿置駅や市が、尾駅を結ぶバスが運行されている。ありがとうございます。